リブストロングは、がん患者及び家族の支援を行っているアメリカ合衆国の非営利団体。自転車競技選手で、がん生存者でもあるランス・アームストロングによって1997年に設立された。後にアームストロングはドーピングを行っていたことが発覚し、本財団の理事を辞職した。文脈によっては、同団体がキャンペーンのために販売している。 リストバンドを指す場合もある。リブストロングプロジェクトのリストバンド英語でリブストロングは強く生きようという意味。主な活動はガンと診断された人とその家族等を勇気づけ必要な情報や支援を提供すること。ナイキとのタイアップにより作られた黄色リストバンドのキャンペーンを始めた団体として広く知られる。所在地はアームストロングの出身地であるテキサス州オースティン。 年間予算は約28億円。リブストロングのリストバンド自体は、米国での販売開始直後から、日本国内でも主に自転車関連の販売店などで輸入、取り扱いされていた。2011年にリブストロングの活動を日本で支援するジャパンフォーリブストロングが設立された。ガンに対する意識を高めるためのイベントを東京や福岡で開催するほか、 ガンサバイバーの体験談を広めたり、ガンの情報を提供したりする活動を行っている。ありがとうございます。